みゆきは周辺を監視して。カナン、データのバックアップをお願い。すでに取り掛かっている。おい、ここまで来てミスはするなよ。分かってますよ。でもこんなことで本当にベクターの悪事を暴けるんですかね。みゆき、あなたこの UMN の正体を理解している？え？それって広域ネットワークシステムとか。非局所的なつながりを持った広域情報ネットワークシステム。その特質を利用し、空間跳躍や超高速通信に使用。模範的な回答ね。でも本当にそれだけだと思う。どういうことだ？この星団をつなぐ広域ネットワーク。でも誰がいつそんなものを整備したの？ゲートジャンプ用のコラムだって誰が設置したと思う？そもそも基礎理論の構築だってベクターのどの部門の仕事なの？それは…そう、誰も知らない。イコール誰も設置していない、誰も作っていない。もともとそこにあったもの、私たちはそれを自分たちの発明のように使わされているだけ。あくまで個人の推測に過ぎん。想像力がたくましいのは認めるが、物的証拠は何もない。そうですよ、飛躍しすぎじゃありません？そうね、私も考えすぎであってほしいと思うわ。それなら誰もが幸せに暮らせるものね。でもだからこそ確かめなくちゃ。彼らがこの UMN を使って何をしようとしているのか、それを突き止める必要があるのよ。あれ先輩、ちょっと変ですよ。ちょっとって何よ。報告は的確にっていつも言ってるでしょ。それが300秒ほど前から漁師の流れに奇妙な揺らぎが出てて、フラクタルパターンみたいですね。これ、何者かがこちらに干渉しようとしている感じです。迎撃機が上がったの？それとも電気？違うな。マクロファージからの物理的な接触はないし、連携の監視網へのスプーフィングも破られた形跡はない。これは防寒、いや観察か。とにかくそんな感じのものだ。観察？誰が？何のために？そこまでは分かりませんよ。データは？あと少しだ。急いで、これ以上の長いは危険だわ。